これだ、これを待っていた。はい、ということでどうも皆さん、こちらレオです。はい、ということで松崎世代最後の挑戦やっていきたいと思います。さあ、ということで今回はですね、初の、遠征ですね。はい、今日は遠征で楽天の方に行っております。今日からまたですね、カードが新しくなりまして、今回からは楽天との3連戦になります。さあ、そしてピッチャーがちょっと和田さん、久保投手が調子悪いということで、そうですね、誰か出しておきたいね。ここで木佐貫さん中継ぎで使ってみる、適性ないんですが、ちょっと中継ぎ適性ないんですけれども、これでいきましょうか。さあ、そして外野もセペダが調子いいのか、なるほど。セペダはいいかなセペダはいいかな。山崎さん調子悪いのと、ひちょりさんが調子が悪い、これはどうしたものかね。ただメンツ少ないんでね、ここに限っては、あんまいじれないかな。ほんとね、調子サブのメンツで調子悪かったらいいんですけど、レギュラー陣はほぼほぼ固定でいきたいとは思っている。さあ、ということで、やっていきたいなと思うんですけれども、楽天戦、今日はひちょりさんが調子悪いんで、ただね、どうしよっかな。誰も1番バッターの適性ないんですよね。他が足速い人、直人さんはできれば2番で使いたいし、工藤をこう1番に持ってくるはワンチャンあり、ワンチャンありなんですけど、でも調子悪かったら工藤とそんな変わんないかな。で、総容器もこの打順でいいかな。確かあんまね、走塁うまくないんですよ。それと足がそんな速くない。これでいこうかな。これでとりあえずこんな感じでいきましょう。ひちょりさんを9番に使う感じで、今日はあとはそんなオーダー変えずにいきます。さあ、そして今日の先発は立山さんですね。さあ、ヤクルト一筋のこの男ね、惜しくも2019年、昨シーズンですね、昨シーズンで引退されてしまったんですけれども、いやー、いい選手でした。本当に怪我は多かったんですけれども、はい、なんとかこの世代では怪我なしで終わってほしいなというふうに思います。そんな立山さんをですね、今日は先発に使っていきたいなというふうに思います。さあ、ということで楽天ゴボースタースタジアム宮城やってきてまいりました。さあ、この時代の監督はデーブ大久保さんですねちらっと今見えた、デーブ大久保さんでございますね。さあ、そしてオーダーは工藤が1番になったということで、さあ、行きましょう。牧田がまだ現役。さあ、そして浅村がいますね。楽天には浅村が移籍しております。さあ、初のビジターでございます。危ない。初球ど真ん中から来ましたね。さあ、美馬投手でございますね。美馬投手、この時はまだここまで活躍が目まぐるしい感じではない時代ですけども、あっさりと三振を取られてしまいました。これはちょっといかんですね。さあ、しっかりとね、直人さんでここ、球数稼いでおきたいところ。ウィーラーがいますね。そしてさあ、ここから粘っていきたい。ここからが直人さんの真骨頂。粘れなかった、残念。さあ、そして男村田修一、ここで一発放っておきたいところ。いや、ただ調子がいいんだよね、三馬が。今が調子いいんで、ここはね、なんとかしていきたいところ。 OK、 これは1本出たでしょ。 OK。 さあ、ただ牧田さんは肩強いですからね。引退する最後まで牧田さんめっちゃ肩強かったですから、あんまね、レフトには引っ張りたくないところ。さあ、カーブを思いっきり強く叩いたが、どうだ、エルドレッドの足でも間に合わないか。いやー、ウィーラーのファインプレーでしたね。これは結構深めに守ってましたしね。しかもさあ、そして
まだ和夫さんが楽天だもんな。そしてさあでは行きましょう。立山さん、立山さんですね、ヤクルト一筋の男、松坂世代。さあでは行きましょう。立山投手もまたこれね、三振取るピッチャーではないですから、打たせて取るピッチャーですからね。まあそうだな、シュート、インコースかな。いや立山さんもまたこれ癖が強いな、癖が強い。松坂世代のピッチャーみんな癖強いわ本当に。投げにくい、直人さん、オッケー。慣れ親しんだ楽天のフィールド、直人さんのお庭ですね。さあ藤田ですね、ここもしっかり打ち取っていきたい。とりあえずここでねピッチング慣れておかないとね。立山さんかなり癖強いからね。オッケーオッケーオッケー、追い込んだ。スライダーが決め球っぽいですね。アウトローのスライダーとか行きます？なんで今巻き下になったの？さあ外外と来てるんでカットボール、内側、内側すぎるな。カットボールが意外とね変化するんだよね。変化しないと思って投げてる。さあフォークボール、あー甘く入った。ただこれ直人さんいけるね。 OK、 今冷静だったわ。今俺なんか冷静じゃないときは俺多分飛び込んでる。さあそしてベーニャだ。ベーニャが楽天にいる時代だもんな、懐かしいね。ベーニャとか今何してんだろう。またこう日本に復帰してくるとかないの。おい、なんだかんだでこの人もね何球団も渡り歩きましたからね、パ・リーグを。さあ追い込んで外すら、あ、OK、サネマスさん、よし、OK、ノーヒットで終わりましたね。さあそして今ですね、よいしょ、あー詰まった当たり、これは痛い。さあ竹原、今日は絶好調ですよ竹原ね、タイミングが合えば飛んでいきそうな感じの、あーチェンジアップ、タイミングが合わない。変化球続いてますね。フォーシームを決め球にしているのか。あーフォーク、フォークだったわ決め球。さあただこの三馬が打ちにくいな、読めねー。いやースリーアウト、あっという間。さあ4番ウィーラーですね。さあここしっかり打ち取っていきたいところ、もう捉えてきた竹原、 OK。 さあそして浅村秀人だ、若いね、今年はまだ若いですね、まだ100キロとかいってない時代かな。いやー浅村だよ浅村、まさかこの2015番でもこの浅村を見ると。そうだな、アウトローのストレート、インコース割と強いんで彼は、インコースの打ち方はうまいので、はい、なんでフォークを今度超甘めに見ますね、見てくる、まあ、ただこれ続けてきたら振っちゃうでしょう。 OK、 直人さん OK、 よく取った OK、 素晴らしいプレー、渡辺直人でございます。やっぱ慣れ親しんでますねこのフィールド、知っている、芝を読んでいるよ。さあそして銀次だ、銀次もこの年ぐらいからブレイクし始めた年ですね。ああ、うわ捉えられた、ただそんなにパワーがなかった。よいしょ。さあそして牧田さんですね、牧田さん、私も嫌なバッター、気抜くと一発ありますからね今年は。さあ男丸だ、 OK、 肩は健在、スリーアウトチェンジ、なんだかんだで0点に抑えている。さあそしてサネマスでございます。さ
さあ引っ張っていこう。あー初球打ち。あー何それ、何それ、何ですか今の。サービス、サービスですか。すごいムッとしてるけど。さあひっちょりさん絶不調で9番に落ちたんですけれども、ここはバントしてもらいましょう。 OK、 いいですね、いいバント。さあこれチャンスですよ。さあ工藤、唯一の左バッターでございます。ここはねでも引っ張りたいところではあるんですけど、あーツーシーム真ん中に来たんですけども捉えられず、結構ストレート伸びてきますね。今投手時々すっぽ抜けるんだよな。 OK、 ファストボールが多いですね。 OK、 これは落ちたでしょう。 OK、 これは帰ってこれる。オッケー、1点先制。ライオンズ、ライオンズじゃねえわ、松崎世代、思わずライオンズって言っちゃったけど、ユニフォームライオンズだな。いやいいですね、工藤一番起用がハマってます。金松さんもよく走った。さあ直須さん、ここで追加点はもぎ取りたいですね。さあここへ来てちょっと速いボールが増えてきたね。さあ逆方向意識で、さあただちょっとこれ詰まってるか、引っ張ってみたんだけどね、内売りだから。さあ村田さん、ここで村田さんね点取りたいところ。カーブ、変化球が多いですね。ただうわフォーク、高めのフォークか。あスライダー打ち損じ。 OK、 カーブ粘って、さあどうだ、内側ではない外のシュート。あツーシームタイミング合わず空振り三振。今粘ろうと思ったんだけどな、外寄りに来たから残念。まあ1点先制できたんで良かったでしょう。さあ島だ、島はねどう打ち取ろうかな。なんだかんだでこれ先輩後輩対決になるわけですけれども、ね、ヤクルトの先輩後輩ですね。さあ一球打ちにいっとこうか。 OK 詰まらせた、エルトレット。いやー取れない、それは取れない、残念。フォークボールもうちょっとねベストピッチであれば打ち取れてた感じはするんですけど、さあひじりさはここはね絶対走ってくると思うんだよね。 OK、 OK、 逆ついた、これは勝ちましたね。絶対走ってくるもんだってひじりさは。これはうまい。さあそしてストレート投げましょうか。えい、インハイのストレート見せてカットボール見せたいところ。 OK、 のけぞっている。これでチェンジアップ手が出ないんじゃないかな。出せるんかい。いやーこれは計算外、ベストピッチじゃないかな。さあ打ち、 OK、 外低めになっちゃった。 OK 打ち、 OK カットボールが手が出ている。そしてフォーク、オッケー、ドレッド、今2塁に投げそうだったけど危ない。まだそんなにコンピューターの強さは高くないのかな。こんだけ遊んだピッチングしてても全然打ち取れるっていうね。うわーそれ入ってんのか。
さあこれは銀次のファインプレーですね。いやスライダー、もうストレートだと思って振りに行ってもスライダーだからな。カーブ、それは入ってこないね。あーツーシーム、これわかんねえマジで。いやーこれ手ごわい。これはねやっぱ美馬の特徴をしっかりと再現してるかもしれないですね。美馬のこういうところが多分わからないんだろうな。シュートかスライダーか、それともフォーシームなのかフォークなのかっていうね、そういうところがやっぱ分かりにくいピッチャー、嫌ですね。さあウィーラー、ここも抑えていきたい。ゴロ、今一瞬が切ったけど肩は健在。さあ浅村に対してはスライダーから入ろうか、内から外に行くスライダーで。でもう一球意識させておきたいな。 OK で持ってシュートを内に見せておきたかったけど入ってしまった。ただ頭になかったね。さあそよぎ、ちょっと下にしたのがダメだったわ。さあ金松です。フォークベストピッチが決まり始めた。これだ、これを待っていた。さあ金松に1本が出ました。金松に1本が出ました。いやいいですね、強打の松坂世代ですね。ホームランが出ている、いいよいいよ。これは待ってましたからね。今甘く入り始めたところを叩く、いいですね、いいバッティングしてますよ実松さん。うん入っている。フェンス低いですからねここポスターは。さあひちょりさん、ひちょりさんも波に乗りたいところ。フォーク、ボール球だった。さあ工藤、タイムリーヒットの出た工藤ですね。打ちに来た、シュートでしたね今完全に。中に入ってくるボールだった。さあやっていきましょう。今と同じ進め方をしたいので、ね、OK ストレートを打ってきた鈴木。さあ牧田さん、牧田さんでございます。ここもしっかりとねカウントを取りに行きたいところ。 OK 3球勝負でいきましょうか。 OK 三振、ストレート打ってきた。 OK 直津さん、うまい、うまかったですね今のは。さらっとやってのけたけど。さあ直人さんから始まる攻撃、ここは粘りたいですね。 OKOK OK ファール、これはしっかりとファールにできた、いいですね。あスライダーだった、スライダーか、残念。さあ村田さん、男村田修一、ライトフライ。さあドレッド、ドレッドも1本が欲しいところ。カーブ、これストライクゾーン入ってきたから仕方ないな。甘く入ってきてたんだけどね。さあ立山さん、6回裏のピッチング、なんだかんだで50球しか投げていない、いいですね、球数も少なく済んでいる。テーマさん意外と投げれるからな、このまま完投させるでもいい気がする。 OKOK、 打ち取った当たり、直樹さん、さあ和夫さんですね、外でまずストライクを取りに行きます。そして外のスライダー、
フロントドアから入り、次フロントドアじゃないか、バックドアか、バックドアで入って次フロントドア、フロントドア決まらず。そうだな、じゃあカットボール、今度こそバックドアで。危ない危ないけど決まった、バックドア決まったよバックドア決まった。さあ、じゃあ藤田も同じ手でいきましょうか。 OK、なんか速いボールにタイミング合わせそう。カットボールで OK、 バックドア決まった。で、インハイのフロントドア、これ見せ球です。 OK、 手出してくれた。 OK、 スリーアウトチェンジ。いいですね、立山さん、いいピッチング。さあ、小屋の AH、 今まだヒット1本ですからね、ここでもう1本欲しいところ。さあ、これは OK、 いいですね、波に乗っちゃっていいんじゃない、いい波乗ってんね。さあ、長打です、長打、これでチャンスメイク。さあ、竹原、この人は波乗ってる男だからね。さあ、もう竹原は自分のバッティングをしてくれればいいですよ。 OK、 あー、ウィーラーが弾いた、これはヒットだよね。でもよかったよかった、よし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 。さあ、追加点のチャンス、そよぎです。さあ、下位打線はつながってますからね。ああ、ここで打っておきたいところ。危ない危ない、ファウルにできたの幸いだと。 OK、 インコース攻められてますね。ただ、あー、タイミング合わず、これは最悪のゲッツー。ただ1点追加になった。 OK、 3点目は追加されました。ただゲッツーがもったいないところ。さあ、サネマツ、カットボールかな、今のはカットボールだな。シュート、オーケー、いいですね、サネマスにも1本が出た。さあ、飛距離、点は取ってるんですけれども調子が良くないということで、今日は9番。さあ、意地を見せてくれ。あ、チェンジアップが中に入った。さあ、オシム、インローを攻められてますね。あー、これは打ち上げてしまった。さあ、スリーアウトチェンジ。ただいいですね、3対0、追加点が入りました。さあ、そしてウィリー・ボー・ペーニャ、ここを打ち取っていきましょう。7回裏で61球、球数は極端に少ないです。立山さん、これはね、調子いいですね。インコース続けてます。で、インスラ、これ頭にないっしょ多分。 OKOK、 手出してくれた。スライダーは頭にあっただろうか、インスラは結局頭になかった感じの様子。さあ、ビーラーです。シュート、同じ手でいいかな、ただちょっと怖いんで、ストレートはボール球に。 OK、これでインコース意識してアウトコースのスライダー、手は出るんだね。いやー、これはきついな、飛んだところが悪かった、運が悪い。さあ、浅村だ、ビーラー走ってくるからな、一回牽制はしておいて、スライダーから OK、 もう一球続けて、インコースのシュートを見せて、フォーシームアウトロー、あ、これ外れる、これは痛い。ここまで結構絶好調だったんだね。シュート、 OK、 決まった、インローいっぱい、これで真ん中フォーク、これ当ててくる、なるほど、フォークに手が出てるんだよな。ただこれでどうだ、いやー、これはフォアボール、
もったいない。さあここら辺からちょっときつくなってきますね、立山さん。さあシュート、 OK、 OK、 シュートを決めて、そうだな、バックドアのスライダー、 OK、 からのストレート、でインコースのフォーク、オッケー、見逃し三振。さあ牧田さん、インスラ、うー、そよぎ、一塁放ってアウト、スリーアウトチェンジ、無失点に切り抜けました。オッケー、インスラは頭になかったご様子、詰まってますね、まあ、二塁踏むでもよかったけどねあの場面普通は二塁踏むんだろうけど。さあそして相手ピッチャー原島に変わりましたね。原島、そっか中継ぎか、この年って中継ぎだっけ、いや違う、俺が中継ぎにしたんだっけな、岸とかあと牧田さんとかいるから、なんか先発の枠を1個減らした気がするあー真ん中はダメだな、真ん中流し打ちはダメだ。さあ直さん引っ張りましょう、流し打ち、引っ張ろうって言った瞬間にアウトコース来るから。さあ男村田、さあスローカーブ捉えたけれども、これはどうだ、アウト、真ん中に来たんですけどね、タイミング合わず。さあもうここね、立山さんでいい気がするな、うん、このペースはもういいよ、このままいっちゃって、この回ダメだったら守護神藤川でいいけど、このペースだったらもう完投できるから、いけるいける、てか完封ね、完封だね、完封がいけるから、立山さんでこのまま続投しましょう。これ手出さない、島はやっぱりいいキャッチャーですね、読んでいい、フォークは頭になかったろ、でもフォークは頭になかっただろう、よしよしよし、ストレート、よしよしよし、でシュート、フロントドアで OK、 いやーなんかね振ってこないんでね、なんかもう一球行きたいけど、チェンジアップ投げてみるか、インコースでタイミング合ってなかったね。これでバックドアのスライダー、ついエルドレッド、ナイスキャッチ、いいですね。さあ和夫さん、初球打ち、これはそよぎ、どうだ、間に合うか、間に合わない、いやーこれは頑張ったけれども、これは運が悪かったですね、綺麗に全体がしされましたから。さあフォーク、それとフォーシームを高めにやっていく感じ、フォークボール、いいですね、三振、こういうピッチングもできるんですよ立山さんは。立山さんこの回でいいかな、どうしようかな、悩むところ、すごい悩むところ、ただ次クリーンナップなんだよなって考えると、藤川でもいい気はするな。さあドレッド、ここ1本追加点入ったらね、このまま立山さんでもいいんだけど、タイミング合わず。さあこれ銀次、タイミング合うね、いやいいファインプレーですよ、今のはうまいわ、これはうまかった。さあ小屋の H、ここ
は打っていきたい。流し打ち、これはまた銀次飛ばしてしまった。さあ竹原、竹原も左ピッチャーの方が得意ですからね、絶好調。ここは反応打ちがいいかな。 OK、 1本出ました。さあそよぎ、そよぎも右が強い、右じゃねえ左が強い、みんな左強えな、まあ、みんな右バッターだから。そうか。さあこれは残念ながら飛んだところが悪かった。さあもうここは悩みどころですが、ブルペンで準備させるのを忘れたんでこのまま行きましょう。91球、ただもう藤川さんは準備させようかな、信頼はしてるんですが、万全な体勢で行きたいので藤川さん準備させましょう。よいしょ。さあアウトコース、アウトコース2球続けて3球目もアウトコースでいきましょうか。 OK、 シュートで外から入る感じで OK、 見逃し三振、いいですね、こういうやり方好きよ。そしてインコースに行こうかな、インハイ。こっからフォークボール、よしよしよし。そしてもう一球インハイに、これを見極めてくる、外のフォークボール球、 OK 三振。さああと一人、いいですね、このカットをいただきましょうか。素晴らしい。さあそして浅村だ、目が鋭い。ここはね横で行きたいな、シュート左右の揺さぶりで行きたいところ、インコース見せて、ストレート OK、 アウトロー決まりましたね。そしてスライダー OK、 もう一球スライダーいきましょう。アウトローのスライダー手が出て、そよぎ一塁送球、スリーアウト。さあ松坂世代3連勝です。いやー素晴らしい、完封勝利、立山お疲れ様でした。いい仕事してくれました本当に。今日の MVP は間違いなく立山さんですね、はい、もう誰が何と言おうと立山さんです。いや女房役も仕事したね。でも今日種まく1本ソロホームラン、これも大きかったですよ、もう本当に。いや数々のピンチを乗り越え、いや良かったですね、これもよく打ち取りましたよ本当に。普通に試合してたもん。さあ9回の裏、ここで3者連続三振ですよね。いやいいですね、天山さん何でもできるからな、三振も取れるし打ち取りも2つ取るのもできるし、面白いピッチャーですね。さあということで勝利でございます。いやよかったよかった、3連勝になりましたねこれで。そして立山さん完封、これね完封の時はねいつもこれ表示されますからね。いやいいですね、いやよかったです、いい試合でした。さあということで今回はここまでにしたいなというふうに思います。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。